ラストナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは。こんばんは。ナインティナインです。はい。2013年最後のナインティナインのオールナイトニッポンとなりました。ありがとうございました。あっという間ですね。ねえ、早かったですけれども、まあ今日はスペシャルで、まあもう、まあまたいやいや言いながら来るのかな、わかりませんけど。来てますよ。やっぱりもうね。毎年も今風物詩になってますからね。あ、今日はもうラストですからね。またやつがもう同期なんですよ、やつとどういうこと。もうこの間同期でええんちゃうかっていう話して、うん、ほんでもう僕の中ではもう同期っていう扱いと言いますか。もうじき50歳でしょ50歳ですけども、まあこのお笑いの世界やとね、そのなんていうんですか、まあ先に入った方がね、年上であっても先輩やったりしますけども、これでいろいろ話してもう同期でええんちゃうかという。どう話まとまったのそれ。もうやっぱりどう考えても飯ね、食べに行っても俺の方がやっぱりおごってるし、まあそういうのを踏まえたらもうなんか俺が同期でええんちゃうかなと思う感じになったんですよ、まあ、もう本人もまあまあまあそうかなみたいなとこもあるみたいなんで、おごってもらえるからやろな。そこあるからや。まあまあまあだいぶなんかこの間なんかお蕎麦食べに行って、お蕎麦おごってなんかすごい先輩風吹かして帰っていきましたけど、あ、それで出川さんがおごってくれた、まあ、そういうのがあって、まあ、その瞬間だけはなんか先輩ずらして帰らはりましたが、もうまあほぼ同期なんですよね、もう、そんな方がまあ来てくれてるということで。そもそも舞台の俳優さんやからね出川さんね。俳優さんが方向ぐわーっとこうあれして、リアクション芸人という一つのパイオニアというかね、もうほんま後輩を育てた方がいいですよという話をしたんですよ。もうだから50歳ですしね、そろそろ50歳、次のリアクション芸人っていうか、もうダチョウさんと出川哲朗さんしかいないわけじゃないですか。だからそこがもうドーンって重しになってますから、みんなもうそこ避けてもってるんですよね。だから結局その業界の人も新しいそのリアクターというか、そういうの欲しいってなってもいないから、結局ダチョウさんとか出川哲朗になるわけですよ。だからもうそろそろやっぱりなんかそういう若手のリアクション芸人というかね、そういうのをまあ作っていく方向の方がいいのかなっていうふうに思ってますよね。本当若い時と同じことまだしてますもんね出川さんね。そうなんですよ。だからまだ若い、その若い人たちがもうさほどもう体張るお仕事っていうのがなくなってしまいましたね。コンプライアンスやなんやとか、その今のご時世やりづらいとこになってきましたから、はっきり NG 出しますからね。そうなんです、ね、今の若い芸人さんは。いや、びっくりしましたよね。そうなのよ。だから前も言うたでしょ、昔やってたそのドアーズっていうのでいろんなアトラクション ありましたけど、あれでアンケート配られるんですから。そのバンジージャンプがダメ、高いとこ NG やとかその水がダメやとか、そんなんもうブワーッと若手に何配られてるんですよ。ほんでそれで NGNG とか言って、びっくりした。深川亮がほとんど NG やって、みたいな、びっくりしましたよ、ほんま。だそういう時代になってきましたから、その、ね、古き良き時代にリアクションしてあった方が、まだそのままね、残られてますけれども、もうそろそろ出川さんも新しいリアクション芸人さんを育てていく、お弟子さんみたいなね。出川哲朗の。出川哲朗のお弟子さんみたいな、ちょっと面白いですよね。出川一門みたいな。難しいよね。嫌やから面白いんですもんね。高いとこからバンジーとかね。嫌やから面白い。出川さんも嫌やもんね。うん。嫌なんは嫌やもんね。でもまあだいぶ、まあこんなこと言うとあれかもわかんないですけど、だいぶやっぱりその高いとことか怖いんですって。もう出川氏？そうそうそう。
だ天然でデヴィ夫人に押し付けたりとか。あかんよデヴィ夫人にそんなやらしたらあかんよ。チャレンジャーやからねデヴィさんも、うん、だからもうもしかしたらもう一番のお弟子さんはデヴィ夫人ちゃうかと出川哲朗のお弟子さんはデヴィ夫人なんじゃないかという話もありますけどね。だから僕らもあのすごい瞬間に一緒にロケしててね、ダチョウの上島さんがそうバンジー逆バンジーをできなくなった日、できなくなった日にロケ同行してたんですよ。あれそうなんですよ。あの日やよね。だからそのテレビ朝日さんでやってた番組のロケ で最後リュウちゃんが逆バンジーか逆バンジーで終わるみたいなのやったんですよ。大内がもうだから当時やったらもう普通の流れですよね。そう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 。上島さんが落ちででもその上まで逆バンジーちゃうのバンジーか上から降りんのちゃうかったで上までもダーッと運ばれていって、うん、でスタンバイした瞬間にダメだって言って、うん、できないって言って多分そのまま降りてきやったんちゃうかな。でジモンさんがね、うん、そうそうそう名言残しはったんですよ、うんうん、これ本当にダメなやつだ。リュウちゃんの顔見て俺はわかるからっつって、これ本当にダメなやつだ。マジにさっともうなしだって言って、もうジモンさんがファッとこう切り張って、申し訳ないって言って、バンジー以外なら何でもするって言って、んで蜂まみれとかでやってもらいますが、蜂なら いくらでも蜂まみれになるって言って、言うて結局蜂まみれも やらんままなんですけど、そういう瞬間がやっぱあるんですよ。だからそういう出川哲朗をねある日見る日が来てしまうのかと思うとまあ悲しいですけどね。うん、うん、もう近いのかな。いやもうそうなるとやっぱ寂しいですよ。うん、もう今やもういないですもん。そう、もう歯取れただけで慌てて慌てて歯ポン一本前歯抜けてやばいやばいシャレにならんって言って。だから、マジ NG 分からないですよね、出川さんって。ほんま、あれびっくりしたんですけど、ロケやったんですよ。ロケやってて、ロケやってる最中に、なんかもう旅猿っていうね、まあ、東京ローカルの番組なんですけど、それやってたら、自分の歯がなくなってたんですよ。で、それ、普通ね、前歯なんて、亡くなった瞬間に分かるじゃないですか。取れてたら。うん、で、普通に、脱衣所で服脱いで、お風呂入って、足ぐらいまで使ったんちゃうかな、出川さんが。ほんなら、突然、やばいやばい歯がないシャレにならんって言って。なんでそこを、シャレにならんって言い切ったの？ロケそっちのけで、バーって歯探し出した。そんなんある？みんなでお風呂入って朝日見ようよっていう、そのロケやもん。仕事やもん。シャレにならんかったんや。うん。それでいてなんかご意見番みたいなね、偉そうなこと言うくせに、ロケそっちのけでやね。歯探すなんて。シャレにならんって言って。だまあ初の出来事で。でも布団から何からわーって部屋戻って、ひっくり返して探して、で、やばいやばいやばい言うて。最終的にこう脱衣所で歯が転がってるの見つかったからよかったものの。あ、脱衣所で落ちてた。よかったー言うて歯つけてはったけどやね。おいやね。歯抜けるってなかなかないもん。普段生活してて。あと最近の出川さんってやっぱカミソリ負けもひどいんですよ。やっぱ近くで見た。電気のやつ使わへんから、T 字で剃るから。出川さんも濃いからね。もうすごいんですよ。だからもう朝起きでわーって T 字で剃らはるんですけど、もうカミソリ負けがひどいから。プチ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 なんかこの辺でなってますけどもね。さあまあそんなね。出川さんこの後登場してくれますが、はい、性の悩みとかね、出川さんに質問メールどんどん送ってください。そもそもやつは今年嫁を抱くことができたのかね。毎年毎年セックスをしているのかね。してるっていう言葉聞きたいよね。今までやっぱり濁されても悩みで嫁も抱かれへんのに毎年来てさ、ここへ本当嫁も抱けないのに誰を抱いてんねん。
嫁は抱ける唯一の相手ですけどね。本来ならばね。普通やったら。でももうほんまにもう、なんか、俺、ほんまに嫁いてないと思うんですよ、ほんまに。これもうほんまに徐々にですけど、うん、出川の嫁は死んでいるっていう、そういう説があって、で、この間もなんかそのダウンをね、うん、あ、ええダウン着てますね、みたいな。うん、なんか、ええダウンなんですよ。高いやつ。うん。うん。ほんならなんか、嫁に買ってもらったんだよね。あら、仲いいやんか。でもそれも、うん、いや、俺多分自分で買うてると思う。怖い。そうやったら怖いよ。嫁が死んでることの、なんか、偽装工作というか。うわ、怖っ。そんなことが実際あったら。そうなのよ。怖いのよ。この後聞きましょうよ。今年もなんか嫁と、なんか、何？今までほら、旅行とかも全然、行ってなかったじゃないですか。もう海外とかも行きたくないって言って。寒いとこ嫌やとか。そうなんですよ、うん。でも今年はなんか旅行行くんだって言って。あら？これどっちかやね。仲良くなってるか。偽装工作。その真相もね、今日、うん、明らかになるとは思いますけど。出川さん来ますんで、皆さんどんどんメール送ってください。メールアドレスは nn@allnightnippon.com、はい、nn@allnightnippon.com までお願いします。はい、さあそれでは始めていきましょう。ナイティナイのオールナイトニッポン。この番組はコベルコ教習所以上各社の協賛で東京有楽町日本放送部キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、さあ1曲目いきましょう。ゆずで表裏一体。さあそれではここで改めまして、番組公式のナインティナインのオールナイトニッポンに関するお知らせ。はい、ファイナルとなります。次号タイトルはこちら。ナインティナインのオールナイトニッポン絶対絶命、岡村隆史エバーグリーン編。はい、最新号ね、はい、有楽町絶対絶命史ホワイトナイト編の流れを組んで、今回のタイトルはその名も絶対絶命岡村隆史エバーグリーン編。はい、番組大年表では2008年から岡村さんが床に伏せて休養、奇跡の復活を遂げた2010年までの3年間を振り返ります。はい、発売日はおそらく来年3月には出ると思います。はい、ファイナルとなるイベントではヘビーリスナーの証としてこれまでに出してきた日本計6冊を持ってきてもらうのが条件。今回はねちょっともうそのヘビーリスナー密にやりたいということで、うん、みんなその6冊ね持ってきてもらうというのがもうこれ大条件になっております。はい、はい、これを機会にぜひシリーズで日本を揃えてください。番組のホームページを見るとこれまでの日本の内容の詳細がわかります。はい、ぜひ覗いてみてください。はい、そしてハガキが来てるんですね。ペンネーム浜キラリからいただきました。私は最近リスナーになったばかりです。うん、オールナイトニッポンは、白本が初めての購入でした。とても面白かったので全部揃えたいと思い、赤桃金銀は無事手に入れることができてとても楽しく読みました。ですが残念なことに青本がどこにもありません。日本全国の書店、どこにも見当たりませんでした。そうなの？出版社に在庫がないので、手に入れないのではということでしたと問い合わせてみるとね。こういう場合どうしたらいいの？青本どこにあるんですか？ですが、他の日本は全部揃えて読めたのに青本が読めないのが残念でなりません。そこで思いついたのはどなたかに、借りるということです。責任を持ってお返しいたします。どなたか貸してもいいというスタッフ参加リスナーがいれば、もしくはナイナイさん、うん、どうか私に青本貸してください。よろしくお願いします。そうか、貸し借りな。なるほど。青本ないねや。これはまあちょっとしょうがないよね。どこに行ったらあるんですか？その工場長に頼めばなんとかなるんじゃないんですか？でもかといってね、その5冊吸ってほしいんですけどっていうわけにはいきませんのでね。そう、今からするっていうのはちょっとないな。そうやね。あれ何冊ぐらいから工場を吸ってくれるんですかね。何万冊とかそれぐらいかな。うん、CD やらもな、もうどうなるか分からへんしな。噂によると青本が、うん、噂によると青本が全国で約500冊くらいらしいと。ん？どういうこと？出たのか？残りが500冊。あ、そういう噂入ってきている。あ、
あんねんて。500冊くらい。残りでも500冊なんや、でも。噂やね。でもほんまにそれはどうか分からへんってことでしょ。無責任な噂。都市伝説的な感じですね。もう残り500冊らしいっていう。だもうこれで、もう増刷することないしね。もうないから、うん、なんとかもう、なんでしょう。どうにかしてください。我々もちょっとまあ工場長に会うことあったらね、お願いしたいところではありますけども。逆にゼロではない感じもするしね。なんか。まあどっかにあんねやろな。普通でもその、アマゾンとかでなんか売りますよとか、の、残りまだありますよとか、そんなあるもんですけどね。本来なら。ちょっと探してみてください。としか言えないんだね。もうちょっと頑張ってみてください。そうですね。はい。お願いいたします。さあ、そしてファイナルとなる絶対絶命岡村隆史エヴァーグリ編では、リスナー広場ビンとこけしの投稿を募集しております。はい。まずはナイティナイのオールナイト日本4コマ漫画ね。うん、こいつもやってるやつです。はい。そして次はちょっと変わりました。絶対に似ないロボット、ヤベロイドの似顔絵コーナー。もうロボットになりましたので、似顔絵似顔絵ってなってましたが、今度はもう、ヤベロイド、うん。ロボットになりましたね。ロボット的な感じで、書いてきていただけたらな、と。はい。こういうふうに思っております。そして同じくイラストなんですが、岡村隆史の未来の嫁。うん。あの、可愛らしい女性をちょっと書いてきていただきたい。まあ、幅広いからね。花屋さんに勤めてるような感じの方で、お願いいたします。うん。そしてエバーグリーン。これはもう、吹き出しですね。吹き出しで、なんかもう、なんか、絶対的なもん、まあ、なんせセリフをね、書いてきていただきたいと、うん、いうふうなんですけど、これ、まだあんこさんに、まだね、あれですもんね、許可取ってないから、一応募集は、かけときますが、うん、もうあんこさんがそんなダメだよって言うたらもう、それ終わってしまいますけれども。一週間何してたの早く許可取った方がええんちゃう？いやでもまあクリスマスやなんや、チャリティーミュージックソンやなんやいうのが忙しいんで、はい。俺らのが忙しいわ。っていうのがね、ちょっとあったかもわかりませんので。早く許可取りましょう、ね。はい、お願いいたします。さあ、すべてハガキ1枚に収めて、郵便番号100-8439日本総ナイティナインの俺らと日本リスナー広場、ビンとこけし、それぞれの係までお願いします。はい。さらに番組の方でも紹介していく新コーナーをもう一つ、ハガキ職人の皆さんよく聞いておいてください。題しまして、ガオーはい。しましまくんみたいな。シンプルね。どんなコーナーなんでしょう。これもただただその、狼が来たぞという、まあ、絶対絶命っていうことですから、今回の、サブタイトルにもあるように、絶対絶命のシチュエーション、何々が何々だぞ、ガーで終わる。もうシンプル。ほんとシンプルやね。これでも本にも載りますので、募集して優秀な作品は本にも載せたいと思っておりますので、うん、シンプルですごく書きやすいコーナーだと思いますので、書いていただけたらなと思いますけども。はい。まあ、簡単なんで言うと、マチコンに一茶が来たぞ、ゲー根こそぎ持ってかれますからね。ね、ドキュンズキュンですから。バチコーン行かれますから、もう。おとなしくしてたと思ったら。そうなんですよ。あれ、一切ちゃうのみたいな。もう負けよね、男は。いや、もう、そこで張り合ってももうしょうがないからね。うん、一切はもうドビュッシーなんだから。もうそういうような感じで、書きやすいと思いますけど、なんか絶対絶命な瞬間なんかありましたら、ガオーと言っていただきたいなと。うん、ま、そうですね、こういうのも別に芸能人じゃなくても、今日 OB が部活見に来るらしいぞ、ガオーっていう。まあ、一番鬱陶しいんですよね。まあ、OB がもう。ちょっとなぁ。うるさいからね。もう嫌やったわ。集められたりするから。夏の合宿に OB 来るっていう、もう一番嫌なパターン。差し入れ持ってくる。来るわけでもないのに、ね、部活はあるある的なね。まあそういうのもね、送っていただけたら優秀な作品は本人に載せさせていただきたいと思いますのでお願いいたします。はい、このガオは新コーナーとして立ち上げます。もちろん優秀作品は本人も載ります。宛先は IB 番号 100-8439 日本放送ナイティナインのオールナイト日本ガオの係までお願いします。はい。
いやあ、近づいてきてる。あら、近づいてきたね。近づいてきてるなんか。まだ乱入しようとタイミングを測ってるんでしょうね。乱入すんの？キュー待ってんねやろ今。うん。ディレクターのキュー待ってんねやろ今。行ってくださいっていう。真面目やからね、デカさん。意外とやっぱり、あの番組でも急待ちする登場多いから、うん、今待ってはるんでしょうね。じゃあ、デカさんお願いします。急出ました。来た来た、走ってきた。なんやねん、おい。誰が同期だ、こら誰が同期だっつってんだよ、こらまた、また。出川さんも認めたの？出川さん。同期。いや、全く認めてない。あ、認めてないんすか？今もまた、ビースさんの Q で走ってきましたね。いやいや、Q で出るとか言うんじゃねえ。出づらいだろ、この野郎。Q で出るとか言うんじゃないや。全く認めてないし。はい、あのね、これも、旅猿の中で、なんか東野凛が。はい、東野凛が。なんか出川さんとダウンタウンさんは本来同級生だから、うん、もう芸歴もほとんど変わんないんだから、年齢もね、もう同期でいいんじゃないかっていう話の流れで、こいつが、うん、そういえば俺たちもこうこれ同期でいいんじゃねえかみたいな話になっただけで、しかもそんなもんあの移動がいっぱいあるから、本当の普通の世間話なんかをずっとやあの喋ってる番組だから、うん、オンエアもそんなの。一言たりとも使われてないのよ。それなのにここで急に同期で決まりましたからとか言ったってリスナーからしたって旅猿のファンからしたって何を言ってんだこいつっていうことなのよ。使われてないんだから。切り取ってでもまあ同期でええんちゃうもう。いやいやいや。思ってきたその数やらそんなも含め。うん、いや、なんで俺とお前が同期なんだって話だよ。なあ、俺が出る前になんかいっぱい、なんか二人で話してたけど、うん、いっぱいあるわな、うん。あと奥さんの話だよ。めちゃめちゃ生きてるわ。生きてる？めちゃめちゃ生きてる。よかった。そうでしょ、なんか買うてもらったっていう。あ、そうそうそう、これですよ。ねえ。これ。モンクレール。これ、モンクレールっていうすごい、俺は知らないんだけれども。いや、これ最高級ダウンですよ。これがね、すごい、いい話。じゃあ、ラブラブ話しましょうか。はい、いや、そんなんいらんけど、別に。いやいや、ラブラブ話させろ。はい、せろ。アッシと、ジュニアのやってる、結婚できない司会者っていう、はいはいはい、ローハーの姉妹番組みたいなのがあるんだけれども、うん、その番組の中でいつも、俺の奥さんのやっぱ話になって、うん、奥さんがやっぱ死んでる、うん、もういないみたいな、うん、もう出川さん、いないんじゃねえかって言って、もう、毎回同じ写真が出るから、写真もともと撮らないから、うん、やっぱ、そこで、やっぱ死んでんじゃねえかみたいな話になるんだよ。うん、だからその番組と、お前のせいなんだよ。うん、死んでる。そう。そうだから、いつもな、奥さんからすれば、奥さん見てないんだけど、やっぱ周りの友達にいろいろ言われるから、うん、なんかまた私の悪口言ってんでしょみたいな感じになって。うん、だから、リビングで俺と奥さんがなんか、他のテレビ見てたら、うん、なんか、奥さんのネタを勝手に言ったら、バッグを買ってもらう。みたいな誰か芸人が、うん、奥さんの悪口勝手にテレビで言ったから奥さんが怒って、うん、代わりにバッグを買ったみたいな話ごめんねっていうことでねそうそうそう、うん、だったら、うん、ほらこういうことだよと奥さんの悪口とか言ったら、うん、バッグ買ってもらったりしてるじゃんとかなんとか言ったから、うん、私も欲しいバッグがあるなんて、うん、普段そういうこと絶対言わない子なのに、うんうん、ほんでこれが欲しいとか言って13万円ぐらいしたんだけれども。もういいバッグや。じゃあ俺はもう毎回その特番の度に言われるから、うん、じゃあ俺も実際にネタにしてるし悪いからじゃあ買おうって言って、うん、いざ買うって言ったら奥さんはいやいや嘘嘘全然いいよって言ったんだけど結局俺は買ってあげたのよ。うん、カバンを13万ぐらいの。うん、そしたら、うん、その2日後ぐらいに、うん、奥さんが頼んでもないこの買ってきてくれたダウンをちょうど同じ13万円するダウンを、うん、なるほど買ってくれたからお返しにって言って自分のお金で買ってきた何の話しとんねん何の話じゃねえめちゃめちゃ愛な冒頭から何の話しとんねんああお前はそんなことねえだろ風俗嬢がダウン買ってきてくれんのかおいおい買ってきてくれねえだろ買ってきてくれよわそんなでかっさ買ってきてくれそこがお前と俺の違いなんだよダウン落ちたその代わりダウン落ちたけどそう俺はダウンも買わへんけど俺はちゃんと水を買うてやななあそこがお前と、お前が俺と同期になれない一番の違いなんだよ。
おいおい、そしたらな、こんな愛のエピソードないだろ、お前に。そんな愛のエピソード、そんなん、カバン買うて、カバン、そのもん帰ってきたって言うだけの話やないか。それよりも抱いてんのか、抱いてんのか、嫁を抱いてんのか。何がだよ。だからもう何十回この話すりゃいいんだよ。もう今年は、リスナーも。ほんならこう、茶化すなよ。あ、なんだ。茶化す。クーリニックやぞ、お前。茶化さねえよ、茶化さねえよ。ほんなら、ほんなら、嫁抱いてないのに、お前は誰とセックスしてんねん。あら。いや、セックスなんてしてないよ。1年間ここ何年間もしてない、してない。気色悪無性芸人やな、お前。ちょっと待って待って待って。無性芸人やな。それ言うんだったら、おい、ちょっと待って。誰が無性芸人だよ。そんなこと言ったら、お前だって、おい、おい、お前こそ言えよ。おい、お前こそ言えよ。何や？茶化すなよ、お前。はっきり言えよ。おい、茶化すクリニック。もうやめてあげて。お前な、じゃあこの何年間、お金が発生しないエッチしたことあんのかって話だよ。お前ねえだろ、おい。お前よ、今年よ、ね、ある芸人さんによ、大阪でよ、芸人好きな女の子がいるのよ。うん、紹介してくれた。それ、これ、もうお前がそんなこと言うから、ね。情報入った。情報入って、そういうやつ、うん、芸人好きのやっぱ女の子っているじゃないですか。こないだ言うた話やんけ。何人もの芸人が、まあ、抱かしてもらってるという、そういう、天使ちゃんみたいな女の子がいるのよ。いますね、天使ちゃん。で、そのある芸人が、こいつが大阪行った時に、じゃあその子、紹介します。紹介するわ、紹介するわ、つって、横村隆も、マジっすか、すいませんね、とかなんて。もう 100% できると。100% みんなが抱いてきた天使ちゃん。はいはい。こいつ、断られた。こないだ言うた話やろ。そんなことありますか？電波に乗せる話しちゃうやろ。いや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 、これほんま恥かいた、俺。恥かいたというか、恥かかされたというか、先輩が俺何にも言うてないのに、俺何にも言うてなくて、そんなつもりさらさんなかったのに、いきなりその人が、あれやわ、岡村が好きそうな女の子おんねんって。先輩言えないんですか？言われへん、それは絶対言われへん。言えない人なんですか？その人がおんねんって言って、マジっすかって言って。あ、多分な、気に入ると思うねんって言われて、いや、でもそんなん、俺から言うとわけじゃない、誰か紹介してくださいよって言うのやったらわかるけど、向こうが一方的に紹介したら、あ、ほんまですか、連絡取ったるわって連絡取って、で、横で俺聞いててんけど、ずっと。俺もこっちはそんな、いろんな人がな、なあ、天使や言うて聞いてるから。そうそうそう、天使だからね。天使を紹介してくれって言うてんやったらわかるけど、一方的に紹介したる言うて電話かけてくれはって。で、電話したら、無理やわ。え？何これ？その子に。天使でしょ？そう、天使ちゃんなんだけど、その子に、会ったことないし、やめとくって言われたんだって。でも今まで紹介された芸人も全部初対面の、全部初対面の芸人や天使ちゃんだから、抱かしてもらったのに。俺その時先輩やけど、はぁってなったもん。何この時間。いや、赤いこのなんかテンション上げさせたら何だから、お前は天使ちゃんにも、お金を渡さないと、まあ法律違反になっちゃうけれども、お金を渡さないとお前はもう、セックスできねえんで体になっちまったんだよ。じゃあ、その嫁も抱かれへんのに、お前はじゃあずっとセックスしてないのか？してないよ、全然してないよ。卑怯やわ、こいつ。なんで卑怯だよ。なあ、お前は天使ちゃんには振られるわ。風俗のお姉さんに電話番号聞いて断られるわ。お前。ほんまモテへんのな。ほんとにモテないからね。だからやっぱなんか持ってんのかな、そういうの。そう。そういうなんか。もう、昔はさ、若い頃はさ、もうこれもギャグであって、やっぱキャー、岡村さん、岡村さんってなってたけど、うん、もう、この年代になってきたらだんだん。おじさん。いや、おじさんなのよ、若い子からすれば。お前、じじいやんけ。いやいや、俺はじじい、俺若いじじいだもん。お前は、若い。俺は若いのよ。じじいだけども、初老だけど、確かに。あれはあんま変わらへん。そう、若いのよ。超じじいやんけ、お前なんか。残念ながら、朝起きた時。残念ながら、岡村隆史、お前は、もう、ハゲたおっさんなんだよ。
ただのハゲたおっさん低レベルな口がおい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 よう言うてくれんな。いや実際そうだよ、う言うてくれんな。ああ俺ほんまに言うたあかんことは言うてないだけやで、ほんまにただに言うたのか今日全部ひっくり返したのかお前。なんやのなんだお前よ、言えるとこまで言うてよ、言えるとこまで言うてよ。ああ家帰られへんようにしたのか。ふざけんじゃねえ。何してんのレオさん、何してんのよ。何にもないし、レオさん急に汗かき出したよ。いや何にも本当にないし、お前やめろそういう言い方。愛人がいると思われるだろうが、そんなことはリアルに全く言えない。愛人おらんよね。これは本当のリアルガチで、そんなのないです。リアルガチ、リアルガチ両方同じ。そう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 。欲しいちゃうでも、あとまああと歯だ、歯歯歯歯歯だってな、うんうん、あれもなんかもう、どうしたの、なんか普通さ歯な、前歯なんて取れたらすぐ分かるやん。あ、いや歯ないってすぐ分かるやん。わかんなかったんだ、だから。ジジイやんけ、ただの。違う違う、ジジイじゃなくて、あの、脱衣所で、今思い出すと、くしゃみしたんだよ、俺は。拍手って。だから、拍手の間に、取れたから気づかなかっただけでな。でも、そっから、だって脱衣所から入ってきて、ちょっと足つかったやん、お風呂に。はいはいはい。座るんかなと思ったらさ、やばいやばいって言い出してさ。いやいや、だやばいやばい、え、どうしたんですか、シャレにならんって言って。それもシャレにならんっていうのもな、この後収録は山ほどあるし、な、すでに、あの、食べ物を、あの、食べる番組とかで、歯、食べてる間にも、取れたりしてんのよ。年末年始の特番で何個も取れてるよ、正直、この先。歯医者行きたいでしょ、でも。そう、でもその度に大爆笑になって、あの、やっぱ髪が降りてきたみたいな大爆笑になるわけですよ。だから俺も、うん、この後収録が山ほどあんのに、歯、うん、最初から歯がないよりもあった方がいいから焦って探したわけ、うん、それを、なあ、他の現場だと大爆笑になるのに、うん、この二人にかかると、年取ったな。なんだそのテンションは。違うだろって。ちょっと滑らす方に。そう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 、ね。リアクションがおかしいの、この二人にかかる。でもあの時ね、おかしくないですか？何よ。ちゃんとその、なんていうの？みんなに説明してから、歯探しに行ってもらわないと、なんかもうロケもほったらかしで自分の歯だけ必死に、探してはるじゃないですか。それはだから、ホテル中のどこに落ちてるかわかんないから、子供とか拾っちゃって持って帰られたらもうたまんないから、それはさすがに、落ちた場所が分かんなかったからちょっと焦っただけなんです。そのやっぱりその歯が ないと、やっぱこの後もちょっと笑いも取りづらいしっていう、こんだけ受けてきたし食べてる時に歯がない歯がないっていう、いうのが、あの、でけへんようになるから一生懸命探してあったってことですね、そしたら。まあまあ、そういう、そういうことです。ああ、そういうこと、そういうこと。毎年喧嘩することあんねんな。ある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 。毎年ほんで同じこと。あの、このもう毎年の、この最後の日も作家さん大好きやねんって。二人の口喧嘩。ああ、小西さんが。いや、もう他の番組の作家さん。ああ、他の番組のね。もう低レベルすぎて、もう作家さんたまらんねんって。あの、作家さんには本当ありがとうございますなんだけれども、うん、俺正直個室に寄せてるからね。うん、もうめちゃめちゃ寄せてるから。はいはいはい。はいはい。お前なんだよ。言うぞ。何を言うぞ。お前その言うぞ。爆弾。お前なんか言うことあったら俺のもっとすげえ爆弾今回持ってきたからな。リスナーの皆さん、本当の爆弾俺持ってきましたから。テキサスマリナ王様のブランチ卒業5点ナイティナインのオールナイトニッポン。チェックディスアウト。おい岡村隆史、俺の嫁が実は存在していないとかいない説唱えてんじゃねえぞ。ナインティナインのオールナイトニッポン、来年2月で50歳、出川哲朗でした。お前今のジングルで思い出したよ。今これあのタイトルコールいかなあかんとこやから。ごめんなさい、すいません。何思い出したん言うてよ。今のジングルで、うん、ああてめえが死んでるとかいないならなんだかんだ言うから、はい、俺の奥さんの実家に女性誌が取材に来ちゃったんだよ。おい、お母さんのとこに、本当に娘さん生きてますかって。
ふざけんな、この野郎。女性誌も女性誌、ね、それは女性誌がおかしいやろ、迷惑がかかってんだよ、奥さんの実家にまでよ。だいたいなんで取材のよ、なあ、内容が奥さん、あの、娘さん生きてますかって。おかしいだろ、それ取材する側がアホなだけやねん。おめえがわけわかんねえこといつも言うからだろ、お前。取材しに行ってるやつがアホやねん、それ。お前のせいだよ、お前のせい。面白いな、それ。本当に。だって別れも、写真もないねやろ、写真も撮らせてもらってないの、昔のやつだよ。今じゃない、今の写真見してほしいわ。今は今さら二人で写真なんて撮んないだろ。やべっちだってもう撮んないでしょ、付き合ってた頃は。今さら2人で写真なんて撮んないでしょ。ごめんなさい、うち撮りますね。ほら撮るよ。やっぱりこうね、これから今妊婦の姿もこう一緒にこっそり撮ってこいよ、お前今度。あ、それは妊婦だからだよ今。まあ子供できたらまた撮るでしょ。それだから子供のためにっていうことだよ。こっそり撮ってきて、ほんまにおるかどうか。何や動画こっそりとか撮ったらカシャってなって、何やってなんだ。気持ち悪いって絶対。クソ鉄シュ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 ってな。まだ言われてんの。言われてる。歌がどんどん増えてくる。タイトルコールだけ。タイトルコールいきましょう。僕たちのラブ&セックス2013。さあ、もう今年も愛と性にまつわる相談に我々3人が答えていきます。じゃあ生存されてるんですね。生存してます。わかりました。そのダウンも奥さんに買ってもらいました。ほんまなのね。さあ、ハガキメールたくさん来てます。あ、これ聞いとこう、出川さんにね。ペンネームうなぎのボンバイへ。出川さん、お兄さんはおいくつになられましたか。ですね、55かな。お兄さんじゃないですよね。おじいさんですよね。もう、55になったらお兄さんじゃなくておじいさん。めちゃめちゃ兄貴です。今日たまたまロケで兄貴に会ってたんですよ。実家に行くロケだったんだけれども、いや、もうとても55に見えないね。若々しい。だから誰が見ても俺がお兄ちゃんって兄貴って言ったって別にスタッフも誰も笑わないし。あら、お兄さんイケメンじゃないですかって。そのいじりもお前たちだけなのよ。いや、もうこのいじりもおかしい。ほんとないないってなんかね、いじり方がおかしいんだよね。そのおじいさんが55歳のこと、いじるコンビなんていないからな。まあまあまあ、まあね。これもうほんとに。お兄ちゃんって言うてるんですか？え？お兄ちゃんって言うてるんですか？兄貴とか兄ちゃんとか言ってるよ。おじいちゃんに対して。おじいちゃんじゃねえっつうの。いや、でも出川さん、まだ僕の兄貴44ですもん。うん、そんなまだ笑えないじゃないですか。岡村さんの妹まだ42ですよ。42。まだそんな笑えない。まだ41やな。うち妹でも。出川さんのお兄さんいくつ ?55 はやっぱ面白い。いやいや、全然面白くない。当たり前な自然のことで俺が49歳なんだから、55歳のお兄ちゃんいたって全然おかしくないとこだからね。49で、ほんま体大事にしてくださいよ、ほんまに。してるしてる。ね、してるし、兄貴なんて若々しいし、本当に本当に。あ、そうですか。うん、それやったらよかった。また来年聞きます。はい、うん、ペンネームうなぎのボンバイ。毎年聞いたって変わんねえよ、その。一年ずつ増えていくだけだから。それが面白いですよ。出川さん、毎年かよちゃんにセクハラ発言をなさっている出川さん。2013年のかよちゃんはどうですか？ちなみに、2010年のラブ&セックス。かよちゃんはセックス好きなんでしょ発言。2011年。かよちゃんはやりまんなんでしょう。いや、ちょっと待って。最低やな。いだ。俺やりまんなんて絶対やってないから。言ってるんですって。2012年。かよちゃんと騎乗位したいよね。いやいや、そんなこと、ちょっと待って、言うわけないでしょ、俺。リスナーって嘘つかない。リスナーやから、出川さんのその言う発言を全部拾ってるからね、これ。いやいや、俺やりまんなんて、かよちゃんに対してそんな失礼な発言絶対言ったことない。言うた、絶対言うた。かよちゃん覚えてるやんな。本人覚えてる。ちょっと待って。ラジオで騎乗位したいとか頭おかしいでしょ。おかしいもん。言ってないって。言ってる。俺が言って覚えてんのは多分、かよちゃんやべっちとやっただろうっていうのは覚えてるけど。そんなん言うた？それも失礼やで。いや、それはすごい昔に言った。多分やべっちと。なんでそんなこと言うの？なんかそんな空気が出てるから。そんなんやったら。仕事の関係よ。仕事しづらいわ。うちの今、嫁にも失礼よ。謝って。ほんま失礼なこと言うて。あの、やっぱりがすごいのは、仕事しづらいわって言っただろ、うん。そういうとこ気にしないんだよな。俺、それがすごいなと思って。お前、アホか。普通ほら、大体芸能人って共演しづらいじゃん。しづらい。それがすごいのは、僕はないから。やべっちとアツシがすげえとこはそこなんだよね。普通の。
お前、いや、その辺やっぱすごいな。もうやめる、もうやめる。俺はそういうことがないから、辛麺の。なるほど、なるほど。まあ、ごめんごめん、妄想の世界で。帰ったら、ちょっと大変。でも、あの、何責められる。奥様、ほんとごめんなさい。昔の話ですから。巻き込み事故や。相当昔の話ですからね。まだ奥さんとも出会ってない。ドアーズ始まる前の話だから。まあ、ほんま立ち悪い。もうほんま、もう2対1なったよ、今日。あ、わかりました。ごめんなさい、ごめんなさい。ずっと出会う昔の話してええの？あ、昔の話ならいいんじゃない？だって、奥さんと出会う前、うん、ドアーズも始まる前の話ですからね。そういうことです。それはもちろん。やんちゃな頃の話ですから、ね。それはいろいろあったよ。こんな巻き込まれる思わなかったよ。え、2013年は ?2013年。ああ、かわいいね。あの、サンタの帽子がまずかわいいよね、もう。サンタのちゃうけど。いや、あれサンタの帽子でしょ、絶対に。違う。赤いね。赤いニットの、うん、かぶってるだけやけど、うん。いや、俺はセクハラ発言した覚えもないし、もう今日もしないし。でも言ってあげて、せっかく毎年言ってね。いや、かよちゃんは俺たちにとってのマスコットだし、もう。マスコット。マスコットじゃねえな。マドンナだし。つば九郎みたいな感じ。そう。マスコットって。みんなでも、それは、もう。マスコットとマドンナ負けここの、あの、スタッフ、全員スタッフが多分そう思ってるから。こう言ってんやからね。こう言ってんやから。こう言ってんやから。そう、うん。それはもうみんなそうだよ。でも抱きたいっちゃ抱きたいねや。何が抱けんねん。もし奥さんいなければ、結婚してなければ、うん。そうやで。あ、結婚してなかったら、うん、嫁が死んでたら。嫁さんが死んでたら、うん、抱きたいか抱きたくないか。うん、そりゃ抱きたいさ。そりゃそうやよね。そりゃそうや。お前だってそうだろ、そりゃ。でも、ペチャパイやねんよ。え？ペチャパイなのよ。だから、お前の、これを言えるね。このデリカシーのない発言。ペチャパイやな。本人目の前でよくお前ペチャパイだから。俺はだからゴリラみたいなのが好きやから。いや知ってるよそんなの。知ってるけど本人の前で言うなってそのデリカシーのなさがって。抱ける前提で答えれるからね。うん、ペチャパイ嫌いやから。ペンネームテクノカット王子。出川さん去年ラジオなのに舌をペロペロ動かして不快な音を出し一瞬放送事故かなと思いました。ところで出川さん、その下のテクニックはどこで使っているんですか？ほぼ10年間セックスしていないのに、そのレベルを維持できるのは正直おかしいと思うんですが。こんなハガキ来てます。ペロペロの音？うん。去年やってたんですよ。なんかもうものすごい、もうほんまにむちゃくちゃなことしてましたよ。ペロ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 。音を？うん。ラジオで。はい。やっぱり、使ってないと、そのテクニック出せないんじゃないか。眠られへんもんね。ああ。眠ることがないから。うん。まあでも俺は使ってなくてもやっぱ昔のあれをちゃんと覚えてるから。なるほど。うんうん、もう体で覚えたことは。そういうこと。そういうこと、そういうこと。めっちゃ言うた。うん。何困ってる顔してるの。いやいや、もうあの本当にまあ残念ながらちょっと使うところがないんでね。申し訳ないけれども。今はね。今は残念ながら。そう。いや、だから奥さんに使ってあげるのが一番ね。うん、どんな感じなん？幸せやろし。どんな感じなん？何が？その下使いっていうの。あ、俺の？うん。うん。お前がやらせてんじゃねえかよ。お前がやらせてんじゃねえかよ。気持ち悪いだろ夜中こんな音聞いたら。ちょどんな音なん？早いんだよこれが。お前やってみるよ、ね。濃いやな、お前遅いだろ。いや、俺は、あれなのよ。そういうのあんまり苦手やから。うん。な、自分だけ気持ち良くなればいいっていうセックスだもんな。お前の、一人よがれのセックスだから。な。何がお前の場合は。お前は治療やからな、ただ。治療じゃねえし。治療じゃねえし。俺は自分も気持ち良くなって、相手も絶対気持ち良くなさせたいから。なんか、生かしてるみたいな感じしてるけど、もう全部向こうの演技やから、もう早終わってほしいねん、もう。はよ、まあ、治療やがいかんけど。自分さえ気持ちよくなればいいっていうセックスだからな。だから幼稚なんだよな。おいおい、ちょっと待ってよ。そんなことないよ。俺頑張るよ。いや、全然頑張んないじゃないか、実際。まあ、ちょっとその、軽い潔癖なとこがあるから、そういうのはあれやけど、ちゃんともう、終わってもちゃんとギュッてあるするよ。ありがとうって言うし。もう本当にめんどくさいでしょ。潔癖の性欲異常者って最悪だから。出た今年も。何なのそれも。性欲異常者。お前やろ。潔癖の上に性欲異常者。異常性欲者はお前だ。異常性欲者だ。逆や。性欲異常。性欲異常者って何ですか。
泣かぬなら泣きに泣きますホトトギス26点ナイティナインのオールナイトニッポン。世界で最も美しい顔100人第60位浜崎あゆみ5点。ナイティナインのオールナイトニッポン。皆さん今年もたくさんセックスしましたか？僕は立ちません。ナインティナインのオールナイトニッポンコム、僕たちのラブ&セックス2001、出川哲朗でした。さあまだまだ来てます。立たへんの出川。いやいや、今のあのジングルも聞いてびっくりしたね。もう俺いつも毎年来て出川さんこれ読んでくださいって言って読まされてるだけでもうめちゃめちゃ立つからね。あ、まだまだ全然立ちます。お前ですか？全然大丈夫。ペンネームいもっち。出川さん質問です。ヨシキプロデューサーはバーニャカウダを食べる女子が大嫌いだそうですが、出川さんが嫌いなタイプの女性ってどういうタイプですか？毎年出川さんのお話を聞いているとどうも好感度を意識して女性のいい話しかしてないように思えたので、いかがですか？嫌いな人もおるでしょ。出川さんが嫌いな人、何でもかんでも女やったら何でもええの。だまり。いやいやいや、違う、いやあんまり見当たんないなと思って。あら、女やったらもうみんな手当たり次第やねんな。いやいや、少年少年、あの言い方が悪くておかしくて、俺は女性のいいとこを見ようとするから、そうそう、どんな人にもいいとこが絶対あるから、だからかよちゃんがおっぱいがちっちゃくても顔が可愛いらしいとかね、欠点を見ないで、うん、長所の方を見てあげたら絶対に。でも出川さんの場合その先に必ずセックスっていうもうスケベな行為がもう見えてるわけじゃないですか。その先に、まあまあ、なんかいいとこっていうかもうそのそういうのの先には必ずなんていうやらしいことばっか考えてますやんか。まあまあまあ、ね、まあまあまあ、僕なんかそういうのないですもん、女性。いや、お前なんてめちゃめちゃあるじゃないか。パッと見た時に、僕は、二次、こう、やらしいとことかそういうの想像しないですもん。出川さんってもう街行く人や、でも出会う女性や、みんなその、パッとこう、先にパッとエロがね、先に来てるんですよ、絶対。ある、正直言ってあるよ。ね、え、もう、ほんまの異常性欲者ってそういうことやで。違う。俺はでもそれはなくなっちゃったら逆に男としてダメなの。と思ってるの、俺は。あ、そういういやらしいこと考えへんかったら、うん、そうそうそう、それがなくなっちゃったらモチベーションやろね。そう、本当のおじいちゃんになってくような気がするし、あ、そう、それは男のフェロモンがどんどんなくなっちゃうようで俺は嫌なのよ。だからそれはやべっちも絶対に結婚しても絶対にあるだろうし、うん、そう。でも出川さんってもう朝起きた時本当おじいちゃんの匂いし始めてますよ。いや、ふざけんじゃねえよ。あと誰がおじいちゃんなんだよ。朝起きた時腰叩いて目覚めるでしょ。ああ、まあまあ腰はね、うん、うん。その辺も含めですけども、うん、おじいちゃん的な香りはし始めてますよ。ああ、それを言うんだったら俺も言わせてもらえる。お前も朝相当なおじいちゃんだぞ。まず髪の毛がもう半分ないだろ。アホなこと言うな。半分なかったらそんなにない。お前半分ねえじゃねえかよ、もう髪の毛。半分なかった。
なもうクスクス笑うやろ。いやだから俺とか笑ってるだろ。半分ないってどういうこと。お前自分で気づいてないの。半分以上あるわ。今はセットしてるからいいけど、朝はお前ボッサボサになってるから半分ないんだよ。寝癖やろそれは。寝癖じゃねえ。だから寝癖だけど、寝癖がもうハゲちゃってるから。撤回しろ。半分っていうのは撤回しろ。半分だよ。半分なことない。お前リアルガチの話で、お前半分ねえんだ朝。謝れ。いやこれは絶対謝れ。俺半分以上ある。これは絶対謝れ。俺は半分なことない。いや岡村隆史、嘘つくなお前はよ。半分やったらもう、半分やったらお前もう本当は半分ないって気づいてるから俺はもう半分なことない。半分やったらどっかやろ。だって気づいてるだろ。半分って誰ぐらいよ。誰ぐらい半分。半分、次男とかやろ、半分言うたら。ああ、次男とか。次男、まあ結構ないけど、ね。まあ次男はもっとのは、次男よりはちょっとあるけれども、さすがに。あるやろ。あ、短したら、そう。次男に近いっていうこと。誰だろうな。あ、まあ、ぬくみずさんよりは確実に。次男と本当なんだよ、別に。でね、お前、ぬくみずさん、ぬくみずさんと同じやったら俺、おかしいやろ。違う、朝だよ、朝の話してる。朝なんで俺がぬくみずさんやねん。なってるじゃねえか、本当によ。お前の朝、本当に鏡見てみろ。ぬくみずさんの写真と比べてみろ。変わんねえんだよ。寝起きは見てないな、そういえば。お前ほんま、ないでしょ、はい、濡れたとこはある、うん、濡れたら結構スカスカになる、うん、朝なんかお前足の親指みたいな顔してるくせにやな。誰が足の親指だお前よ。俺なんて基本変わんない。俺が変わんのメガネかけるぐらいで。メガネかけたらひどいよ。いやそれだけじゃねえか。俺が変わるの。メガネかけたらそれ言い直せちゃんと。いや言い直さない。言い直さない。計半分しかないっていうのは言い直せ。お前だからしょうもない。これは誰が髪の毛半分や。これは絶対謝んないよ俺は。謝れお前。謝んねえ本当の話。誰が関係半分やねん。お前本当のこと言え。気づいてるだろ。気づいてるだろ。おい。うわ、かっこいい指さしてるラジオで。ああ、岡村隆史。今ラジオで指さしてるよ、デカ鉄を。お前がそんなに言うんだったら俺は言うぞ。お？おい。なんか持ってんのか？俺は、ちょっと今回、情報を仕入れてきたんだよ。何の情報？何？え？髪の毛の話？髪の毛の話。おい、岡村隆史！何やねん。お前よ、リスナーに謝らなきゃなんねえことがあんじゃねえのか？リスナーに土下座して謝んなきゃなんないことがあるだろう。胸に聞いてみろよお前。何の話やねんお前。土下座しなきゃなんない。あ、リスナー裏切ってるなーって思いながら。裏切ってる、裏切ってるなと思いながら喋ってただろこの 1,2 ヶ月。岡村隆史は裏切らないですよ、リスナーは。それでやってきたんやもん。謝る、お前心当たりあるだろ。あら、謝る体制に入ってんのか。謝ります。え？認めた。ちょっと待ってよ。何したんよ。ああ。ちょっと今。いや、自分から。リスナーこれ録音しといて。はい。認めたな。2013年の最後に。何をしたか、じゃあ自分から謝れ。重大発表があります。自分から謝れ。非常に言いにくい話なんですけども、この2013年、うん、出川さんが、おっしゃってたように、はい、薄毛気になり始めていました。それは言ってたやん。はい、うん、言ってたでハゲるなら、うん、ハゲやがれと言ってたいうふうに言ってきましたが、うん、ハゲたくありません。その一心で、うん、どうしたの。病院に駆け込んでしまいました。誠にどういうことよ。薬飲んでんじゃねえぞ。ほらハゲ薬。おい、これは謝らない。岡村隆史、これは謝らない。お前は長い間リスナーに何を言われたってや。ハゲたらハゲてそれがかっこいいんじゃねえかとか言ってた。散々言ってたよな。ずっと言ってたよ。しかもなんかこのオールナイトニッポンの作家さんにハゲた方、ハゲた方っていうのも顔面狂気。顔面狂気に帽子取れって言って。あいつが半分やんけ。あんな感じ。
じゃあ顔面競技にキャップを取れ言うてんな。そうそうそう。ハゲてんの。なんでハゲの恥ずかしいんだお前。帽子取れとかなんとかって帽子も取らせてたらしいじゃねえか。怖いわもう。ええーうん、そんなハゲることはカッコ悪いことじゃないとか言ってたお前が。うん、何毎日こそこそ薬飲んでんだよ。ああお前俺かってどんだけの屈辱やった思てね、病院行って前髪上げた写真とやな、この脳天のところの写真撮られてやな、これからちょっと診断しますんでって、こう言われとんねん、こっちは。ちょっと教えてよ。先生に言われたこと教えてよ。いろいろ説明受けるんでしょ、なんか先生に。なんていう、診察で。あのね、これは考え方ですと。うん、岡村さんの今のままでも別に、僕は、先生はよ、うん、僕は、ハゲではないと思います。なるほど。年相の、うん、髪型、やと思いますと。43でなる人はなる。そう、43でなる人はなるし、もっと若くして、うん、ハゲられる方おられますけれども、そらそうや、岡村さんが、その考えられる、うん、その43歳っていうのを、うんうん、は髪型で言うとどこにありますかと。ああ、なるほど。いうふうに聞かれて、いや、僕が思ってる43歳よりかは少なめではないかというふうに、うん、正確に答えたんや、はい。思いますって言った。あ、ならばしょうがないですね。って言って、地道にやっていきましょうって言って、うん、ね、なんかその、なんやシャンプーやら、その頭に塗る育毛剤やとか、そういうのをこう支給されて、そう、だからまあ、なんていうのかな、こう、普通にしてたら、うん、人間まあそうやって年いってくると、絶対それ抜けていきますよ。で、まあ、そういうのを始めた方の資料みたいなのがあるんですよ。うん、ほんで、まあ、岡村さん43歳って言うんで、うん、そういう、なんていうんですか、地道に治療し始めた方の、うん、写真ですけどもって言ってみたら、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月ってあって、変化をね。そうそうそう。それ見たら、うん、もう結構、さっさってなってたから、先生に、すいませんと、僕も、こうなりたいです。いうふうに、お答えしたんです。これ、顔面、ショックやな。正直な。俺は、ちょっと切ない顔してる。裏切り者。それはそうでしょ。だって、ね、相当言ってたらしいじゃない。相当言ってたよ。何が恥ずかしいんだ、ボストレとか。言ってた。かわいそうやったもん、俺、その時。そう。無理やり取らされて、ええやんと思ってへんけど。それはショックやわ。えらいのん言わされたな。なんでお前、人に対してそんな厳しいのに、うん、なあ、自分だけ何こそこそやってんだって話ですよ。おいおいおい、それお前。さあ、出川哲朗リードか。いやもう、いや、今回はもう干渉でしょ、干渉。お前やね。言うたな、もうセックスの話とはかけ離れちゃったけど。まあ。じゃあ、髪増やしてセックスしたいんですもん。俺はな、これからやっぱり、モテたいね、まだまだ。まだまだ全然モテたいから、やっぱり、K って必要やねん。いや。俺にとったら。お前、それを散々、毛なんて必要ねえじゃねえかって、散々、じゃあなんでそんなこと。だから今謝ったやんけ、リスナーに。全国のリスナーに謝ったやんけ、申し訳ない。申し訳ない土下座しろ。土下座しろ。これ取っとこう、取っとこう、かやちゃん。土下座してるから。まあ、これはしょうがないね。うん。もうこんだけ何年間も嘘ついてたんだから、これはもう土下座でしょ。これは申し訳ない、本当に。いやこれはもう土下座でしょ。でもこれ、岡村さん、生えたところでね。はい。さっき、断られた女性いるでしょ、うん、出川さんの話した。うん。それでも断られたら、どうしよう。じゃもう一回出ましょう。俺はだから、ふさふさになって、天使の前に現れてやな。これでもかって言ってやんねん。天使ちゃんにもう一回出ましょう。もう髪の毛増えましたって言って。先輩に言うて。そう。もう一回ちょっとチャンスくださいと。半分しかなかった髪が、戻ったから、天使ちゃんもう一回いいですかって。それやろう。その半年後に。会えた時にね。そう。それでもう、もう一回。その時もうやられたらやり返す倍返した。その時に言おう。じゃあちょっと新鮮でおもろいかな。その時に俺言ってやるから。さあ爆弾が出ました。実は頭がいいことを隠しているんじゃないかと思う有名人ランキング19位、出川哲朗19点。ナイティナイのオールナイトニッポン。
ラブ&セックスに戻ろう。そうそうそうよ。ああ、ちょっと脱線しちゃってね。うん。申し訳ございません。薄毛の話になってたから。偉いの抱えても、だからずっとニヤニヤしとったよな、ね、これいこうかな。ペンネーム、シュージの親父。出川先生に質問です。はい、丁寧な前儀とは、どのようなものなのか具体的に教えてください。丁寧な前儀。前儀ね。あ、前儀。また出川さんの前儀でいいんじゃないですか。ああ、うん、言葉遊びかな。うん、何言葉遊びって。言葉遊び。言葉遊びするんですか、最中に。前儀の前に、まずもう、あ、すごい立ってるとか。はいはいはい。あ、出川さんが自分の。あ、いや違う、女性の胸ですね。あ、乳首というやつですね。立ってる。はい。だからそういう、実際の善意の前にまず言葉遊びを始めるんで。言葉遊び、はい。で、感じてる女性はその言葉遊びで感じちゃう方もいっぱいいるんで。あ、そう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 。なるほどね。俺は言葉遊びされるのも好きだけれども、うん、まあ、言葉遊びをするのも好きだから。うんうんうん、はいはい。だからその善意の前にそういう言葉遊びがもうちょっとあった方が余計女性は感じるんじゃないかな。なるほど、はい。それはね、俺も今回ちょっと出川哲朗にちょっと、今日だけ、今まではそう思ってなかったんけど、今日ちょっと収録したら、あ、なるほどなって思ってる。それ、なんか気持ちいいのかとか聞くのって、なんか冷めるとか言うじゃないですか。うん。でも、それって日本だけなんですって。世界を見たら、外国は違う。みんなその、あれやねんて、ベッドでコミュニケーション取んねんて。で、一番最初にもう言うたりすんねんて、あなたはどんなファンタジーが欲しいかって。うん、でいちいち言い合ってそっから始まったりすんねんて。日本だけやねんて。そんな気持ちいいかとか聞かれたら冷めるとか言うてんの。アジアはない文化かもしれないですね。そう、だから言葉遊びっていうのは ある意味お前ええこと言うてるよ。いやいや、お前は言葉遊びしてるのか、ちゃんと。言葉遊び、そう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 。あ、言葉遊びっていうか、まあなんていうの、俺はもうなんちゅうのかな、最近分かってきたことやねんけど、言葉遣いの丁寧な S やねんて。わかる？え、ああ、向こうがそれなんかだと興奮する。俺自身が。え、お前が S じゃないじゃん。いや、そう言うでしょ？うん。言うです。あ、でも、俺ちゃうね。言葉遣いが優しいだけやね。精神面は S なんか。常に主導権握ってんね。って、言われて。あ、こうしてくれるとか。こうしろよ。ああ。こうしろよ。もっとこうしろよって言うんじゃなくて、こうして。もうこうしてほしいねんけどって言うて。ああ、なるほど、全部主導権握ってるから。確かに確かに、その自分よがりなセックスね。その相手を、ほら、相手をそれをできないとかいう、潔癖だからできないとかいうのも、ある意味自分よがりじゃん。それも、だからある意味、確かにそうなのかもしんない。だから言うてるやん。だからその言葉遣いの丁寧な、S やねん、僕は。あ、そうかもしれない。それに気づいてきて。岡村さん S ってやっぱりちょっと、うん、意外やね。これ聞いてショックな人おるかもしれない。いやいや、確かに、でもちょっと引くでしょ。うん。岡村隆史 S だったら。引くかもしれん。S って言うても、そのあれやで、その命令帳じゃないですね。そうそうそう、うん、言葉遣い。俺もずっと M やと思ってて。ソフト M ぐらいの。いやいや、そう思ってたじゃん。そう。ずっと。うん。俺もそう思ってたじゃん。そう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 。でもちゃうねんて。こうしてほしい、ああしてほしい。ちゃんと自分で意思表示してんねんて。精神面は S じゃないですか。そういう風に言われた。肉体的には、M の部分もある。なるほど、なるほど。そうそう、そうやねんて。かもしれないですね。だそのやっぱり言葉遊びっていうか、まあ、さほどそんな言葉遊びはせえへんけどね。これからもっと言葉遊びしていこうと思う。あ、じゃあそこは一致したね。一致したね。なるほどね。久しぶりに。そうかもしれない。誰に言われたん？ S かもしれないみたいな。あ、それは風俗の方。何？ちょっと待って。それいつ言われたのそれ？いつってもうだいぶ前に言われたで。俺だいぶ前に言われてて、で全然そんなわけないのになってずっと思っててん。思ったけど、やっぱりいろんなこと経験していくと、うん、でどっちなんですかって言われるやん。言われる。 S ですか M ですか、うん、って。で俺いつもで、あ、ちょっと M ですって。ソフト M です、ね、ソフト M ですって言ったけど、うん、やっぱりいや違うって言われるの。終わった後に常に主導権握ろうとしますよねって言って。なるほどね。でも M でしょって言ったら、いや言葉遣いの丁寧な、ちゃんと説明してくれた人が一人だけおって、M って言われたから引っかかったんや。そう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 。なるほどなるほど。あれちゃうのになーって思っててんって、ずっと。なるほどなるほど、ね。そうそう。それ言われて、あ、そうかもしれんってやっぱちょっと思って、ね、自分で。お、深いねー。
出川さんどっちや、 M か。いや俺はソフト M。 ソフト M。 そう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 、ああ、はあ、俺そこは主導権を握らないから、うん、もう向こうにあの攻めてもらって自分も攻めて、そう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 、まあまあ別れるでしょうね、うん、それはね、うん、はあはあ、まあ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 、これは、まあ、ここは合いました、ね、ここはもうええんちゃう、はい、ソフト M やからあの幅は広いんじゃないですか、相手の、ああ、どう対応できるんです、うん、大丈夫なんじゃ、端っこの角っこに立たされても全裸で。違う違う、お前それもうソフトじゃないからね、お前の言ってる、そうね、ハードハードエースやね、裸でハード M、 スリキコに立たされるとかたまにさ、もうわけわかんない世界だろ、喫水のエース来る時あるやん、喫水のエースほんまのドエス、え、何お前らさ、その喫水のエースが来て、ちょっと岡村裸になってそこ立ってなさいよって言われて立ってんの。じゃだから俺もその時は分からへんけど、来た時は失礼しますって入ってきて、うん、でそのなんや、あのお店に電話しはるやんか、うんうんうん、電話して何や入りました、うん、大丈夫ですって言って連絡し終わった瞬間から、うん、ボーンってベッドに座ってさ、うん、こっちに主導権あんだからねって言って、うんね、もうその時点でないな、うん、脱いでって言われて、まあね、脱ぐやんか、で脱いで、でちょっとその角立ってなさいって俺あれ忘れませんわえ、そうですかって言って、あ、そうそうそうだよって言われて、もうほんまにほんまにこうでここでもうギンギンやん、ギンギンなってんの、ギンギンなんだ、ね、もうな、なってんのがすごいね、でも一向に何も始まれへんから、あ、すいません、お金払ってるんですけど始めてもらっていいですかって言うたんやもん、その時はほんまに俺初めて言うたんやもん、すげーなおい、これ何回もラジオで言うてるよね、すいません、こっちお金払ってんのかな、それ初めて聞いたわ、その部屋の隅っこの話、立ってんのすごないですか、いや、そこで立ってるっていうのはやっぱお前喫煙のド変態だよそれは何始まるのかな思って、そこで立たないって、じゃあそこでそういう立たされたからな、立たされたから立ってるんじゃなくて、うん、あ、始まんねやと思ったらギンってなって、あ、始まると思ったら立たされ、始まるとか思っても俺もソフト M だけど、じゃあ脱ぎなさいよって言われたらちょっと興奮するかもしれないけど、うん、でもそこでちょっとあんたその部屋の隅で立ってなさいとか言われて立たされたら、俺正直あれ何やってんだろうって思ってちょっとなえるもんね。いやだからそれ、だからその立たされた時、お前だからド変態なんだよ本物の。じゃあお前も脱がされた時に立つやろ。いやそこは立つ。だから俺も脱ぎなさいって言われたから、あ、始まると思ったら立ってたんやんかな。いやそこは立つのわかるよ、うん。なんでです。ほんで立って。ほんで、立ってなさいっていうか、なんか、うわ、すごいこと始まると思うやん。ほんで、こうやって立っててじーっと顔見ててんけど、一向に始まれんから、やっぱり、それと同時に、向こうにほら、問いかけなあかんから、その時はもうシュンってなるよ、そら。ずっと立ってる。ギンギンですいませんけども、言うてるわけではないで。それは変態。それはもう寄っていった時はもうチーンって、もうチーンやん。すいません、始めてもらっていいですか、お金払ってるんでっていう。いや、ほんとにチーンとなったのかな、お前。なるよ、それは。なかなかのド M よ、それでギンギンは。すげえわ、それ。あかんわ、もう考えられへんわ。いや、俺も考えない。いや、やべちだな、もう怒るでしょ、絶対。はぁ、やな。絶対なるでしょ。お前が抜けっていう。もう考えられないです。S の人はだから絶対そうなんだよね。うん、結婚する前、あ、結婚しちゃってるな。ある。そう、あるでいいの、芸人さん。はいはい。ある芸人さんが、てっちゃん面白いとこあるから今度行ってみなって言われて、はいはいはい、まあ俺もそれ結婚する前ね。はい。俺がこうやって、個室で、エッチなことされてたら、うん、マンションの一室で、カチャ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 ってなったんだよ。うん、ほんで、あれとかなんとか、あ、隣の部屋からマイヤーとかなんとかってまた始まってたら、カチャ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 、カチャって言って、はい、その部屋に人が入ってきたね。うん、女の子が入ってきたの。はい、俺全裸よ、はい。全裸で攻められてるところ。うん、そしたら女の子が、キャー何してんですかこんなところでって言われたから、もう俺焦って、うん、あごめんなさいごめんなさいとかなんとか言ったんだけど、うん、俺を攻めてる女の子は、いいからいいからって言ってそのまま俺を攻め始めて、うん、いやいやでも知らない人がとか言って、はい、その女の子がちょっと何やってんですかこんなところで、はい、やめてください、うん、何やってんですかちょっと何やってんですか何やって
あ、すごい立ってる。やらしいって。そういう。そういうそういうプレイだった。プレイね。俺はもうびっくりして。芝居にまんまと。そうそうそう。もうなんだこれとか思ったんだけど、やっぱその、俺、それを俺に紹介してくれた人は、やっぱ、ガチャって入ってきて、うん、ちょっとあなたは何やってんですか、うん、わ、すごい立ってるって言ったら、何、うん、お前早く出てけよっつって、やっぱそこでやっぱ大喧、そう。大喧嘩だったらしいんだよ。邪魔やのお前。邪魔やって言っても、向こうはやっぱまだ芝居だから、うん、いや邪魔とかじゃなくて、仕事やからね、邪魔とかじゃなくて、だってすごい立ってるんだもんとか。そこで、そのやりとりがもう本当の。大変やね。そう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 。だ S の人はやべっちみたく、多分そこで切れちゃうわけでしょ。まあそうですね。うん、それだからやっぱり、そのお金が発生してるから、俺なんかやっぱ楽しもうと思うやん。うん、でも、その分やっぱりだから、なんかワクワクしてまうねん、立たされた時とか。その分、せっかくお金払ってるから楽しんで帰ろうっていうさ、そういう雰囲気になるから。まあまあ、みんなそうやろな、払ってる人は。面白いね。いろんな店あんねんね。これ以降、ラジオネーム、エレクト坊や。10年以上このラブ&セックスを聞いていて思うんですが、岡村さんは初対面の人は苦手のように感じます。かといって女の子の方からグイグイ来られたら引いてしまう。そうなると喋りやすい身内に行くしかないのですが、身内に手を出したやつはクズとみなすと言っている。この状況は客観的に見ていつまでも恋愛に発展しないのではと思います。岡村さんは変な法則やこだわりで自分を漢字絡めにして身動きが取れなくなっているのではないでしょうか。なかなかこう分析まとえてるよね。してますよね。じゃあしかもさ、その何なの、その身内に手出したらクズってもうその意味がわからない。いや、オタクはもう劇団やから、そんなん当たり前やんか。劇団の人ってすぐ身内に手出すやん。いや、お前って最低だな。別に劇団員がそういう、全員そういうわけじゃない。全員とは言うてないけど、そう多いやん、中で。まあまあ正直言うとね、多いね。おたくさんなんかね、劇団出身やから。いや、正直多い、ね。ないでしょうけども、うん、絡んだ人とかの、そういう目で見るやん。いや、違う。じゃあ、お前の言う身内っていうのはどういう身内なの？仲間よ、仲間。あ、だからスタッフとかって込みでしょ。そう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 。さやちゃん込みでってことでしょ。そう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 。そういうとこにやっぱりなかなかこうなんちゅうの、あの、いけない、身内に手出すって、やっぱ一番近いとこに手出すっていうのはやっぱよろしくないやん。俺の中ではよ。うん。そういうのは俺ずっと思ってる。うん。いや、もうそれはもう本当彼の言う通りだよね。うん、リスナーの。いや、一生。狭めてるん。そう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 。でもそもそもお前もそのレースクイーンっていうとこに惹かれた部分あるやろ。あ、それはない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 。別に職業は何でもいい。おまかい。いやいや、お前ね、だってね、違う違う、お前の言うことだったら、もう自然恋愛、友達から恋愛にも発展しないんだよ、お前の発想だと。そうやね。お前の幼稚なクソみたいな発想だと。いやいや、だから友達から別に恋愛に発展しようなんて思ってないもん。もう花から好きな人と結ばれたいもん。いや、なんで友達からな？何、花から好きな人って、それ何、合コンに。自分が好きな人と、あの、付き合いたいやん。友達から昇格していくのって俺の中でないのよ。じゃあ好きな人っていうのは結局だって身内じゃないと好きにならないじゃん。いやいや、身内って仲間やで。共演者とかってこと？いや、仲間。なんか仕事仲間であったり、共演者であったりとか一緒にずっとやってる仲間に手出すのはちょっと嫌やって言うてんの。いや、もうそれがもう、なんか友達から上がっていきますみたいな。それは俺よう分からへんね。友達やから、それは。友達やからそれが幼稚なんだよ。まあ意識する瞬間があったりね。そう、うん、これがじゃあ例えばな、オールナイトでな、うん、仲いい旅行に行きましょうみたいな感じに うんうんうん、なったとする、仮に、うん、ほんでもうかよちゃんなんてもう全部もう男だとみんな思ってる、正直、うんうんうん、さっきマドンナとか言ったけど誰も思ってないよ、うんね、もうみんなもう男みたいな感じの付き合い方や、うん、それが、うん、あ、私ザコネでいいですよとかなんとか言って、うんうん、お前の横に寝たりするだろう、うん、そうすると、うん、こうやってコロコロコロって転がって、うんうん、寝てる時に、うん、パッて起きたら、うん、お前はいつもまあもう友達として、うん、差し出してたかよちゃんが、うんうん、あれちょっと待てよ、うんうん、化粧取ったら、うんうん、可愛いじゃん。うんうんうん。あれ何これ、それがもうなんか劇団の発想やねん。雑魚寝して。みんなで雑魚寝して。なんで劇団の発想ってよ。劇団みんなで雑魚寝して、なんかわーってなって、なんかええ芝居作ろうや、みたいな語ってて、でパッて見たら、あれなんか可愛いやん。行ってもうた、みたいな。そんなんやん、ありがちな。いやいや、ありがちだけれども。めっちゃあるよ。よう聞くで、そんな劇団で。いや、実際ある、多分あると思うけれども。めちゃめちゃある話。そっからだから、
急にそうなったって何が悪いんだって話です。だから俺はそんなことなれへんって悪、ね、悪いとは言うてないけど、俺はなれへんって言ってるだけ。あ、それ仲間やから。ああ、その後。それは悪いと言ってないのね。まあ、その後もう仕事できへんもん、かよちゃんなんかと。よう、よう、あれやわ、なんかこんな、あの、新聞のこんなん持ってこられても、ってなるやん。あ、そう、そうなっちゃうんだったら、うん、一回そうなっても仕事できるテクニックをやべっちに聞きゃいいじゃん。なんでよ、なんで俺が言わなきゃな、そんな。なんで俺が相方に聞かなきゃ。ちょっと待ってくれ、出川哲郎。俺に逃げんなよ。俺はもう目打ち手出しまくってるみたいな話になってるかな。まあ、あの、出しまくってないけど、俺も正直、そう、やめて、正直言うと、俺はその件に対して、俺も岡村隆史と一緒なのよ。どういうことですか？あの、その、まあ、身内に手出すのが、クズとは全然思わないけれども、うん、もしそういう関係に仕事仲間となってしまったら、うん、俺はやっぱちょっと仕事しづらいのよ、正直。うん、いや、わかる。万が一僕そういうことあったとしたなら、うん、仕事は仕事、なんかあったらあったことっていうタイプです、僕は。そうでしょ？ただ、僕は恋愛はしてないです、その相手と。え？はい。そうなんです。恋愛はしていない、恋愛、ね、僕がほんまに好きやったら無理ですよ。その相手とね。はあ。それはもう割り切ってる。若気のいたりで、例えば僕がなんか一夜だけ遊んだとしたなら、僕は仕事は仕事って割り切れます。例えばね、うん、いうことあれば、それがすごいよ、ね、好きになってたら分かりますよ、言ってることは。そうそうそう、好きになってしもたらもうあかんねん、それは。ああ、うん、身内でなんかこと足りようみたいな、うん、そんなんは俺嫌いやねん。酒飲んだら誰でもええみたいな人、そうそう、たまにいるじゃないですか。なんかお酒飲んだ勢いで、あれよう見たらちょっと綺麗やんけ、なんか行こうやみたいな、うん、そんなんは俺もう嫌やねん。そういうのがようあるっていう。ああ、それはわかる、それはわかる、それは。よう聞くもん。うん、まあまあ、それはわかる、それはわかる。そうでしょ、うん、だからこの言葉が強すぎてんな。そうそうそう、そのクズという言葉がね。クズという言葉がね。出川さんクズって言われてますよ。何いないとこで。え、誰が？海外行ったら、ヌーディストビーチで。ああ、まあね、こいつのね、もういつものね、クズ発言で、ね。女性の局部を見に行くっつって。あれはほんま日本の恥やったわ。あんな直角に歩く人いてないもん、ビーチ。これ行こうかな。ペンネーム、上野正明。出川さん、真剣ゼミ中学1年生のアンケートで友達になりたい芸能人ランキング、男性部門第1位になりました。はいはい、今まではマイナスのランキングでしか出川さんの名前が上がってきませんでしたが、ここに来て世間的にイメージアップしてきたみたいです。日本の靴と言っている岡村さんはこの結果どう思いますか？いや別にいいんじゃないですか。やっぱその天才テレビくんとかもやってはるし、で子供は好きやし、そういうのは多分あると思いますよ。で道歩いててもやっぱ出川さん声かけられること多いですもん。ふわーっとこうおばちゃんとかにもね、はいはいはい、人気はあるんですよ。あの危害加えへん感じがするから、そういうのは多分あると思う。うん、うん、でもやっぱ根っこはもうやっぱ腐ってるから。根っこはもう腐ってもてんのよ、やっぱり。腐ってるその自分が腐ってんのをこっちにわーって押し付けようとするから、たまに腹立つのよ。うん、で、こういうような話してても、嫁を盾にしてるから、こっち言うたろかな思っても、嫁がこう盾になってるから、もう言われへんねん。もう、俺のこと卑怯者言うけど、一番卑怯やから、ね。違う。嫁を全部盾にして、こうやってさ。嫁を盾になんてしてないだろ、俺は。全然何一つは。今日はもう、なんか爆弾持ってきました。って、俺なんか別に何言われても構わへんよ。でも、あんたは嫁がおるから、嫁を全部こうして盾にして。嫁を盾になんて。俺ももう言おうかな、嫁を盾になんてしてないしな、お前は。じゃあ、お前盾になんてしてない。俺は盾にもしてないし、お前は公共の電波でな、うん、出川だとは言わないけれども、うん、お前の友達が、お前の友達がとか言って、俺とお前が風俗行ったな。俺は行ってないよ。行ってないけど、俺の友達と行ったっていうような話を、お前は言って、誰が、うん、もう、相当なバカなリスナーじゃない限り、俺と行ってるってバレバレだろ、お前。そっちの方がよっぽどどこが盾にしてるって話だよ、お前よ。お前、公共の電波でね、結婚してるな、うん、な、芸能人が風俗行ってる話なんてしてる芸能人、どこにいるんだっていうの。お前、いつの間に
にかそれが暗黙の了解で OK みたいな感じになってるけれども、うん、全然 OK じゃねえんだからな。俺は一回も出川哲郎なんて言うたこと一回もない。いやいやいや、お前具体的な話ちょくちょく入れてくんじゃねえか。お前だってさっきのな、お前を紹介した、うん、天使ちゃん、うん、先輩の芸人、うん、誰でも、エッチできる、うん、な、うん、その人も、うん、実名を俺出そうとしたら、うん、いやいやいや、結婚してるから、それは実名ダメですよ。ね、お前言っただろ、あの時。うん、ああ、そうね。その話はね。そう、俺がラジオで言ってやるって言ったら、その人の実名絶対出しちゃダメだ。出したら結婚してるからって。うん、俺も結婚してんだよ。俺、あの時正直、本当に思ったんだよ。そう、悪かった。俺死んでる思ってたからな、嫁。誰が死んでんだよ。これ今度からほんならもう、生意気な、お前な、髪の毛半分ねえくせに生意気なんだよ、お前ら。半分ない。生意気なんだよ、お前。半分以上あるっちゅう。お前の中で勝手にオッケーにしてんじゃねえよ。今年は白熱してるね。セックス、セックス、さっさとセックスしまくぞ。ナインティナインのオールナイトニッポン、アイアムセックスマシーン、出川哲朗でした。さあ、ね、岡村さんの土下座の映像がね、ホームページに映ってますんで、ね、わ、すごい、もう、はい、見れるんだ。はい、オールナイトニッポン .com から番組ホームページ行ってください。顔面もすまんかったねこれやべっち、どういう反応なの？みんなはちょっと裏切られたよ、うん、小村隆っていう感じなの？いや、あるでしょうね、その事件に対して。まだそのメールは来てないんだ。顔面にな、そういうのも多分あると思いますね、いっぱい、うん、来てる。顔面にええ帽子こうたるよ何でもいい、ハットでもキャップでもニット帽でも何でもいい。お揃いの買ってもうたら、岡村さんとな、自分の、あ、なんかほんなら二人で買いに行こうか、帽子な、帽子買いに行こ う, うわ、もうすげえな、もうこの土下座写真がもう見れるんだ。そうなんですよ。わ、すごいな。どこに感動してんので、いやいや、今の社会は早いね、の社会は、うん、そうなんですよ、はい、これこっち行ってみますか。じゃあこれ行きましょう、はい、ラジオネーム秒針、僕はこの番組をもう、15年ぐらい聞いているヘビーリスナーですが、うん、初めて本気で思いました。岡村さんに裏切られたとがっかりですよ岡村さんのバカハゲロこれはもう正直な声かもしれないですね。このヘビーリスナー、リスナー一人失ったけど、ボーボーになったるからなリスナー一人失ってしまったけど、その分ボーボー、リスナーがリスナー失った分だけボーボーになってやるから。ボーボーもどうなんやそれね、もしボーボーになったら、なんていうことしてたの？何が？なの岡村さん最近ボーボーじゃないですかって言われたら、なんて、なんて答えようとしてたの？いや、そんなわさーってなるわけちゃうから、うん、徐々に多分生えてくんねやろし、生えてけへん場合もあるから、うんうん、だからそのまま生えてけへんかったらそのまま何も言わんとこうと思って、うん、ある日多分相方とかがあれってなった時に、うん、一回ちょっと相談しようかなと思ったその時にやべっちに何て言おうかって言おうと思ったんだ。ほんでもうマネージャーとかにも、相方ちょっと気づいてるかないや、もうそろそろやばいみたいですよってなんかっていうのやったら、まあ相談してどっかでバーンってこう実は言うて、ね、これだから個人差あるのでね。そうやね、こういうお薬もやっぱり、でまたそのなんちゅうの、あの育毛剤とか毛ベタベタになるから、それが不思議なのはさ、ね、なお前はさ、うん、笑いに対してさ、すごいさ、うん、なんて言うんだっけ、そういうストイックじゃない、笑いに対して出てけんかった、あのそれはすごいじゃん。いや、俺別にストイックやないで、ね、今までストイックやったかもわからへんけど、もうストイックやと、もうしんどいから、まあまあね、ポンコツにこう、どんどんこう、シフトチェンジしていこうと思ってんねん、もう。年もいってくるから。だからそういう意味でね、うん、俺が歯抜けたのも、別に狙いでも何でもなく、うん、ほんで、入れなきゃいけないな。歯抜けんのと毛抜けんのちゃうねん！いや、俺はね、別に、あの、現場で笑い、大爆笑になるよ、正直、スタジオで。でも本当にね、あの、歯医者に行く時間が全然なくて、うんうん、何度もポロポロいろんな番組で撮れちゃったんだけど、うん、でも結果大爆笑になって、うん、ちょっと、あの、逆に、あの、取れてよかったなみたいなとこもあるじゃん、うん、歯医者行けなくてよかったなっていうのもあるじゃん、やっぱりね、そうそうそう、お前はね、その宝を持ってんね、そのなぜなら髪が半分ないんだからあるっちゅうの半分以上、これは笑い的にはもう宝じゃん、ちゃうね、それな
歯取れんのもさ、一時的にはおもろいわ。それずーっとやり続けてみ。もちろんもちろん。そうやろ、飽きられるやろ、うん、俺かってハゲになった。うわ、ハゲになった。うん、ね、うん、それ、最初のうちはおもろいかもわからない。それ、うん、でも普通やもん、ハゲてもたら。いや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 。で、それズラかぶってやで。ズラかぶって相方にパーン叩かれて、ターン飛んでいくんやったらええで。そ、うん、そういうわけにもいかへんからやな。うん、まだ、できる限り。このちょうど今具合が超面白いわけじゃん。この半分ハゲがやっぱ超面白いわけじゃん。半分ハゲって言うんだよ。そうそうそう、うん。これ、この宝をなぜ自分から放棄するのかなというのはすごい正直ある。まだ可能性があるならば。モテたいんだ。まだ、ハゲないでいられるならば、させてください。お願いです。土下座、2回目の土下座。かよちゃん、おぼりさせてください。2回目の土下座です。すごいな、この笑いにストイックな岡村隆史が深めの土下座。そう、モテるを選んだね。いや、復帰後変わったんすよ。Do you like sex? I like very, very hard sex. 99のオールナイトニッポン。I am not sexless. 出川哲朗でした。Hardcore sex! 次行きましょう。ラジオネームおもてなしを。出川先生、はい、岡村さんが結婚するためにはどうすればいいでしょうか？アドバイスをしてあげてください。もう、これ岡村さん永遠のテーマですよ。これからね。俺は前も言ったかもしんないけれども、うん、外国の方が一番いいような気がする。外国、まあ、ちょっと考えてたこともあったね。言ってたこともそう言ってた。ありましたね。ほんでほら、あの時のあのモーマンタイの時の、うん、あの女の子も超仲良かったじゃん。仲良かった。そうだから、そう、あのこれは真面目な話になっちゃうけれども、うん、外国の方だったら、うん、何か問題が起きても、うん、あ、異文化、うん、国のあれが違うからしょうがないんだってお互いが納得できる。そう。で、この人、なるほど。そう、この人もちょっと変だし、うん、でもそれは外国の方が、うん、あ、日本の方はこうなんだって、うん、逆にそこを理解してくれるようになるし、外国の方だとこいつは変な遠慮もないのよね。結構普通に、まあ、やべっちも見てたと思うけど、うん、結構そこの他の女のタレントさんみたいな感じとなく、うん、すごいフレンドリーに自然に喋れるから、うん、だから俺は。向こうもあんま知らんからな、俺のこと。そう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 。だから優しくできるというか。そう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 。向こうに対しても。だから、あの、外人専用の、風俗に行けばいいんだと思う。あの日本人の、そうそうそう。そういうのもあるんや。そう、そこで見つけるしかないよね、もうその。でも出川さんも一時期ロシア人とゴルフ行ったりしてましたよね。ああ。行ってましたよ。してた。いや、それは付き合ってましたからね、ちゃんと。ロシア人と。そう。うん。だからロシアの方も、やっぱ文化違うから。文化違う。譲り合えた。譲り合えたし、うん、まあ逆にちょっと、あ、そういうのかっていうのがあったのが、俺が誕生日の時に、はい、あ、てっちゃん、お祝いしたいから、一緒にやろうとかなんとか言われて、うん、あ、全然いいよとかなんとか言ったら、うんうんうん、横浜のランドマークのレストランを取っててくれて、うん、で、ああ、こんなとこありがとうとかなんとか言ったら、うん、ピアノバー、ピアノがあって、うんうんうん、テーブル席が全部あって、うん、テーブル席のど真ん中に、うん、俺たちの席があって、はい、個室とかじゃないの、うん、だそこはもう気にしないの向こうは。そうそうよね、別に。だ正直俺はその席のど真ん中で、しかもロシアの方と2人だけで食べてるから、まあ、超見られて。あとロケかと思いましたね。そうそう、ほんで出川何やってんだこいつ、こいつわざわざこんな目立つ席座りやがってって周りの人全員思ってるから。それでさえ、ただでさえ恥ずかしいのに、ご飯食べ終わったら、うん、お店の人がマイクで、うん、皆様ありがとうございます、バレンタインデー、そして今日のお客様になんと誕生日のお客様がいらっしゃいます。皆さんでお祝いください。ハッピーバースデーてっちゃんって。もう俺かわいいやんか。すごい嬉しいんだけど、まあもう本当正直恥ずかしかった、あれは。あ、もうでもそれ嬉しいでしょっていうふうにね、向こうは。そう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 、だから向こうはそこに恥ずかしがる文化がこれっぽっちもないから、
ちょっとその辺ね、あの違いがあるけれども。うん、なるほどね。だから、それはもうガチな話、あの、岡村隆史は俺外人がすごいいいと思う。でも例えばその、帰国子女の方やとか、もうその、なんちゅうの、そういう海外を転々としてやるような人でもええわけよね、別に。ああ、日本人やけど、まあねまあね、感覚がその日本っぽくない感じ。いや、でも。ハーフの人とか、だから俺は、例えばだから、あれ、バカみたい、バカみたい、出てこない。誰？出てこないね。ローラ、ローラ。ああ。俺だローラ的な女の子が俺多分一番合うと思うんだよね、うん、ローラなんかはだってもうあの ほぼもう日本人やんか。まあでもローラ的なそこ気使わないで岡村ハゲねハゲねとか言える人ぐらいの方が、うん、あの岡村隆史も楽だから、うん、ああいう感じの人がやっぱ俺いいと思うんだよね。でもな俺の中ではちゃんとしっかりしといてほしいね。いややっぱりでもローラは本当はしっかりしてるじゃん。いやそんなん言うたんなよ。そんな裏は言うたんだよ。できた子だから。なんやかんや言うてやっぱり日本のしっかりした女性が、うん、そう下がってガチッとこう。いい守ってくれてる人の方が俺はほんまやりやすいよ。おそらく亭主関白やからほんまのこと言うと、だからもうお父さん見てたらわかんもん岡村さんの。ああガチンそっくりやから。あお母さんもあお父さんも半分ないの。違う性格あ性格はねお父さん見た目はあるっちゅうねうちの親父。うちの親父はもう配線じゃないんだ。よかった。覚醒とかも言うから。ああ、じゃあおじいちゃんがかもしれん。うちの親父も早い時からもうあれやで。洗面台のとこも置いてあったもん。ああ、やっぱお父さんが。そうそうそう。やっぱりしっかり、ちゃんとしてはんねや。うん。だから俺もやっぱりそのしっかりした女性でないと、もう絶対あかんねん、もう。お見合いは嫌なの、お見合いは。お見合いっていうか、まあ、ありがたいことに、まあ、カジュアルお見合いみたいなのはいっぱい持ってきてくれんのよ。うん、こんな人どうですか、ね、って言って、すごい、多分岡村さんに会うと思うんですけど、っていう人いっぱい紹介してくれはんねんけど、うんうん、やっぱなかなかこうピンと来ないよね。番組で失敗してるから。ああ、番組でね。お見合いはね。ほんまに。だからなんか、変なことあったなんか変わ、ねえと思うけど、でもまだ今さほどそのなんちゅうの危機迫ってないんやな。それか姉さん気質の人、逆に一歩下がってっていうより、あの若柴崎和歌子とか怒ってくれる人が、ね、怒ってくれる。もうちょっと頑張りなさいよハゲてんだからじゃないけど尻を叩いて、お前いい加減にせえよ尻を叩いてくれ、俺の弱点見つけたみたいなこの野郎。テラさん どれぐらいハゲてるんでしょ。いや半分謝れ、それは撤回しろ。だからいやいやマジな話、若子みたく尻を叩いてくれる、俺奥さんの方がいいような気がするんだよね。どっちかやね。そう、そこを遠慮しちゃって半分ハゲてんだからって言えない奥さんよりもお前は半分ハゲてんだよってはっきり言ってくれる奥さんの方がいいと思うんだよね。一歩下がってるか。そう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 、俺あかんって、そんなお前半分ハゲてるんだからもう撤回しろってなるの。どこ半分ハゲとんねんって言ってそんなんなってまうよ、そんなそれでもその2パターンやろな。どっちかでもどっちかだよね。でもちょっともうなんかアホはあかんのよ、やっぱりアホな感じはちょっとあかんから。わかるわかる。どっちにしろしっかりしてる子やわ。わかるわかる。それでないとあかんねん、ほんまに。だからこれ決めつけられへんけど、こう夜飲みに行って会う子は少ないかもしれへんね。そう、もうあかんと思う。そんなん難しいかもしれへん。俺も分かってんねん、もう分かってんねん、そんなんもうやってきたけど、そんなんで出会う子に結婚まで行く子なんていてないってのは、俺それもう分かってんねん。もう分かって、遊びはあってもね、もう分かって、違う出会い方かもしれない。ワンナイトラブみたいなあったとしてももうないねん。分かったんね。出川さん、はい、もうぼちぼちお時間です。あ、そうね。もう今年も、もう今年は最後だからね。今日ぐらい抱いたったらええんちゃうか、そしたら嫁よ。いやいや、今日はさすがに抱けないな、もう寝てるだろうし。な、旅行行くのやろ、久しぶりにな。温泉にお正月行く。抱いたれよ、そんな久しぶりの。あれ。ずーっとセックスしてへんねやから。いや、でもそのきっかけが、もう、きっかけがなんて言えばいいのよ、じゃあ。セックスしようって言うたへんねや。あ、カンチみたく？そうや。カンチみたく。カンチじゃないけどね。あ、そもそも、もう最後だから、ちょっと。うん。最後は二人で、ナインティナインのトーク聞かせてあげてよ。そんなパスええねん。やるわ、言われへんねん。はい、今年もありがとうございました。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 
杉田かおるさん、はい、再婚やって。またね、この間会うたとこやのに、ね、仕事ね。ナイティナインのオールナイトニッポン、とりあえずおめでとうございます。お幸せに。ナイティナインのオールナイトニッポン、この番組はアルパインブルボン以上各社の協賛で、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、テントリ採用者、西東京市ペンネーム、トイダタク、愛知県ペンネーム、スペシャルウィーク、豊中市ペンネーム、スパイシーボーイ、仙南市ペンネーム、イモッチ、4名にナイナイバッジを差し上げます。はい、さあ、エンディングは、ホブルディーズで、月夜の星空でございます。さあ、2013年最後のナイティナイのオールナイトニッポン、はい、奥田瑛二スペシャルと題しまして2時間ぶち抜きでお送りしましたけれども、さあ来週ね、はい、1月2日はウーマンラッシュアワーのオールナイトニッポン、我々はお休みと、はい、いうことでございます。はい、お願いいたします。1枚いきましょうか、はい、メール、ラジオネームトンボ、岡村さん、はい、リスナーとして寂しいです。うん、なんか悔しいです、うん、でも応援しています。僕らはどんな決断をしようとも岡村さんの決めたことを応援したいです。頑張って髪の毛ふさふさになってください。ありがとう。このようなメールも届いております。もう本当に半分ハゲてるって言うたやつにボーボーになって倍返しだジジジって言わしてやるからな、お前。だ、来年のあったかくなった頃とかだから分かんないですよね。で、半年後ぐらいに一回ちょっと声かけてみてよあれお前って変わってねえなっていうのか、それともあれなんか来てんなって言ってくれたら、それで、そうや、そうやね。もうこれはもうしょうがない。それでもあかんかったらほんまにもうあれやわ、坂東英二みたいに植毛するしかないわ経費で落ちひんで、経費で落ちひんけど、もうそれしょうがない、しょうがないけど、それはもうちょっと植毛させていただく、うん、声を大にして植毛しますっていう今度はこそこそせえへんせリスナーに本当悪かった。ほんでこそこそはちょっとな、で年明けに顔面と一緒に帽子買いに行くことになったからA 帽子、ハットが欲しいって言ってるから、顔面が。あ、そう、買ってあげよう。一番ええハットな、こうだろうな、お前が、これがええっていうやつな。もう、それは買うから。だって、顔面キャップずっと取ってきてんねん、もう。すごいよ、顔面は。すごい。これほんまにもう申し訳ない。顔面に一番ええやつ。テンガローハットみたいな。ああ、いいね。うん。なぎら健一みたいな。ちょっと岡村さんの髪の毛も皆さん注目しつつ、はい、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。わーわー言うとります。お時間です。さようなら。日本放送ナイティナインのオールナイトニッポン。